今日のサンデーモーニングもひどかったですね。微妙な正論と姑息な印象操作をこっそり断行するということって、もうたくさんあったんですけどもね、もう断腸の思いで3点だけに絞りたいと思います。まずはじめなんですけども、はい、これありますね。あの例のね、あの1億円の献金問題、裏金問題なんですけども、はい、この2人、答えは差し控えると、こんなことを言っております。いや、これはね、サンデーモーニングいいんですよ。ここまでは全く変更報道ありません。これ自体私も聞いてて非常に不自然ですし、ちゃんとこれはね、検察ね、追及する必要が絶対にあります。そしてこの人、このね、安倍派のこの人なんですけども、キックバックについてね、そういう話あったと思いますねなんて最初こんなふわふわ答えていたんですけども、はい、5時間後発言を撤回しましたと。よくわかんないから調べるなんて言ってます。明らかにあれはまずいよと言われたと見るのが妥当でしょう。でね、サンデーモーニングですけども、ここまではね、なんか問題ないんですよ。確かに事実を淡々と伝えてますし、特にね、印象してなんか誇張操作、印象操作をしているような、そんな節もなかったです。左派と違いまして、保守というのは是々非々できますので、悪いことは悪い、これ疑念を持たれていることはしっかりと調べるべきだと思いますので、今回のこの一件についても私は検察はね、しっかり調べるべきだと思うんですよね。さあ、そしてこれ、この表も確かにその通り、安倍派パーティー系の裏金疑惑とありますけども、はい、ここもね、裏金疑惑ということで、何にもこの表間違っていませんよ。仮にノルマ50枚、つまりチケット2万ですから100万円のパーティー券、パー券ね、これの販売ノルマがあったとします。そしてそこに対して議員が頑張って120万円売りました。となると20万円分これノルマを超過していると、じゃあこの20万円お前にやるぜということでキックバックになるんですよ。でこれ自体悪いことじゃないんですけども、これを不記載なんですよね。つまりこの20万円というのは最初からなかったことになって、ポッケにないないということになってしまいます。これが5年10年の間にとんでもない金額になっているということ、そういう疑惑ですので、これが本当でしたら、これはね、検察徹底的にやるべきなんです。ですからここまでは今日のサンデーモーニング何にも問題はないんですよ。まさに私は正論だと思うんですけども、微妙な正論というのはね、この辺なんですよね。はい、今日デイリーに早速書かれていますけども、三文字の青木理事とパーティー権疑惑、激震が走ると予言、ところがね、立民の安住氏の不記載問題には触れずと、これが微妙な正論になっちゃうんです。はい、これでしょ。29日私の責任で申し訳ないと、これはあの安住さんがね、これ謝ったんですよね。30万円でした、不記載だったんですよねと謝ったんですけども、今回はい、三文でも安住氏には青木さんは触れなかったと。これ触れればかっこいいんですよ。自民党のこれもどうしようもならないんだけども、立憲民主の安住さんも30万円というこのね、記載漏れが出ましたよね。あれもダメなんですよ。ちゃんとやらなくちゃ政治は良くならないんですよと。でここまで青木さんが言えばいいんです。でさらに三文字が言えばいいんですけども、三文字は絶対触れないんですよね、立憲民主につきましてはね。はい、ここで微妙な正論ってことになっちゃうんですよ。でさらにね、こっからも印象操作ですね。もうお得意のやり方なんですが、これね、辻元清美さんとこれ首相のやり取りなんですけども、はい、首相がね、この範囲で様々な財源の活用を行う、はい、ここに点々点って書いてあるでしょ。これよくやるテクニックでしょ。もうやつらの手じゃないですか。わざとおどおどしている、答えに窮している、詰まってると、悪いことを隠しているんだっていう、そういう印象を持たせたいがためにこの点々点ってやるんですよね。で岸田さんはこういう点々点なんですけども、追及する側のこの辻元清美さんは、はっきりさせてくださいよ、装備品を減らすのかということで、もうね、正義の戦士になってるんですね。凛々しい、もう本当に凛々しいんですよ。凛々しいこういう演出をするんですね。もう本当にね、一点の曇りもないような目で岸田さん、悪を追求している、そういう印象を与えるんですよね。やるんだったらこの人のあのタクシーから降りた問題もちゃんとちょこっとやってね、こういうこともありましたけどもと、でも辻元さん頑張ってよ、じゃあ追求してますねってやりゃいいんですが、実際にはこういうね、本当に姑息なことをやっちゃうんですね。でさらにね、今回姑息なシーン、こんなのもありました。例の中東問題なんですけども、お互いにね、この方釈放し合うということがあるでしょう。だからこっちでも釈放されました、あっちでも釈放されましたということで、一見すると両論兵器で両方とも、これはね、収容者が釈放されたと、人質が釈放されたということをやってるんですが、問題はこれなんですよね。はい、時間なんです。こちらはね、ハマス側なんですけども、ハマス側がこういう形で、このね、かわいそうな人たちを釈放したということなんですが、これ56秒で終わってるんですね。で、1分も満たない間にこちらの方を解放された人間やるんですけども、はい、今度はこちら側なんですね。イスラエル側に拘束された少年なんてこうやってますけども、ここいろいろやりながら結局ね、4分24秒やって
ってるんですよ。このアラブ側といいますか、パレスチナ側ですよね。でね、もう映像を見ますと、両方とも解放されました。うん、じゃなくて、さっきの前半は完全にあれはアリバイ作りですね。こちらの方も解放されましたね。でもと、はい、こちら見てください。解放はされたとか言いながら、この後にこんなひどい仕打ちを受けた。今も下にテロップ書いてあるでしょ。要は、ひどい目にあったということをどんどん流していくんですよ。はい、見てください。時間。はい、56秒と4分24秒。しかもこれはね、テクニックがありまして、最初に短くチラッとイスラエル側を出すんですけども、それをね、最初に持ってくるんですよね。最初に持ってきて短ける。そして後半はこちらのハマス側の方ですよね。要はアラブ側なんですけども、こちらの方を4分24秒も流して、しかもひどい目に遭っているんだというそういう映像をこれでもかといってこうやって流してくるわけなんです。どうです？これね、毎回の手口なんですよ。昔と違いますので、両論併記しないとすぐ突っ込まれますんでね。だからテレビもね、その辺だけは気を使って、必ず両論併記するんですけども、取り上げてる時間が圧倒的に違うんです。しかも、後半にやった方が印象に残るもんですから、必ずこちら側を後半に持ってきて、被害を受けてるという、このいつものパターンをやってくるわけなんですよね。これ本当ひどいでしょ？皆さんも今度ね、時間計ってみてください。明らかにありえないようなこの、ね、比率といいますか分布でやっていますので、これがいつものサンデーモーニングクオリティということになります。さらにはもう一個おまけなんですけども、今回また中国で怪しげな何かが流行り出したでしょ。大丈夫かいな今回は、とそういうことをやって、この点の話題ですと、この本村由紀子さんにこう回すわけなんですよね。なんといっても科学技術の現場を広く取材しましてね、極めてこの人はそういう方に明るいっていうふうになってるんですけども、今回ね、気をつけなくちゃいけないですねなんてこと言ってましたが、皆さん覚えてますか？3年前のあのね、流行り病がこう日本に入ってくる直前なんですけども、大したことないでしょあんなもんという言い方をしていたんですよね。なんか私聞いていた時に、中国に対する悪口を許せないというようなイメージで聞こえましたね。なんか中国で危ないものが流行ってるっていうと、いやそんなもん大したことないですよと。なぜかあちらになるとね、こう科学的な根拠なしにして猛然とこういう形で反論するんです。そして現実にはどうなりました？とんでもないことになりましたよね。それに対する反省の弁、謝罪、訂正というのはこの人一切行っておりません。これがサンデーモーニングテイストということになってくるんです。さあ今日3つだけなんですけども、本当ね、もっとたくさんありましたよ。もう毎回腹が立ってしょうがないんですが、ちゃんとね、こういう印象操作をせずに報道すれば、これ視聴者の理解も得られるんです。我々星だってね、筋が通っていれば、あ、確かに本村さん、あ、青木 D さん、あなたの言ってることはこれに関しては筋通ってるわって、そうなるんですよ。ところが最後に妙な仕掛けとか演出やっちゃうもんですから、いつまでたってもこの人たちは信用されないっていうことになっちゃうんですよね。さあこれね、昨日というかさっきですね、さっきね、私イオンに行ってきたんですけども、毎回思うんですが、はい、これバックヤードでしょ。こういうところに従業員が下がったり出てくるときに、あの人たち頭下げるっていうこう規則があるじゃないですか。で、あんな無駄なもんないと思うんですけど、皆さんどうですかね。しかもね、きっちり頭下げる人ってまずいませんよ。もうしょうがないから半身になってね、もうルールだから一応やっとこうやってピョッと下げてから帰っていくと。あんなんだったらやる必要ないです。で、しかもね、あれがね、もう従業員の負担になるんですよ。なんであんなルールを作るかというのは私不思議で仕方ありません。で、新幹線もそうでしょ。車両に入るときに全部お辞儀とかして出ていったら入ったりするじゃないですか。いや、別にね、日本だからお辞儀文化あります。わかるんですけども、あれ本当にいるかなっていうのは私いつも思っています。ですからね、さっきもここにね、半身でちょこっと頭だけ下げて、下げて、ね、入っていくおばちゃん見かけて、いや必要ないよなと思った次第でございます。それでは。